ちょっとじゃあそういうのが好きなの。まあな。さあ始まりました、少量チャンネルの翔太です。今回はですね、まあ一人で僕撮ってるってことは皆さん分かってますよね。分かってますよね。さあというわけで、今回はあるドッキリをしようと思います。その名も、もし年下彼氏が目の前でアレアーを見てたらどういう反応するかをやっていこうと思います。イエーイ、パフパフ。はい、というわけで、あんまりね、ちょっとね、まあわかるよねって感じなんですけど、この感じで、まあそういうことです。はいはい、というわけで、まあどういう反応するのかな。まあ普段目の前で見ることはそこまでないんですけど、多分結構寛容なところがあって、まあ気にしないと思うんですよね。ちょっとどういう反応するのか楽しみなので、とりあえずやっていこうと思います。イエイ、終了。ひょうにょん。うおー、来た。え、しょうちゃん、そういうのが好きなの。まあな。はい、まあ、そういうの好きなの。そうだよ。なんで今見てんのよ。え、なんで今見てんの。ダメなの。 YouTube 見てたんじゃないの。ダメなの。いや、別にいいけどさ。いいよ、いいよ、見ていいよ。うん。じゃあ一緒に見る。一緒に、一緒に、俺も一緒に見ようか。いや、大丈夫です、別に。なんで。なんでなんでそこは拒否すんのよ。だって一緒に見るもんじゃないの。一緒に見るもんじゃないじゃん。なんか翔ちゃんがなんかどういうのを見てるのかちょっと気になる。いいじゃん、見ようよ、一緒に。いや、大丈夫かな。なんで。ええ、何、なんでなんでじゃないんだよ。一緒に見よう。いいんだよ。一緒に見ようよ。一緒に見たいの。うん、いいよ、じゃあおいで。何が見たい。翔ちゃんがいつも見てるやつ見して。いつも見てた。うん、こういうの、こういうの好き。こういうの好き。あー、そういうのね、うん、はい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 。あー、わからんでもない。これ何、何、そう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 。俺もちょっとこれ見てみようかな。おすすめ。終了。どれがいい。俺さっとか好き。なんかあれだね、翔ちゃん、結構こういうなんていうの。いや俺さ、なんか洋物が好きだからさ。はいはいはい、はい、意外と洋物見る。洋画ね。洋画。洋画か。洋画派。洋画派。俺は邦画派。邦画派。うん。俺は邦画派。何の話。もう見るのやめるの。じゃじゃーん。ちょっとやめてよ。やばいでしょ今の。やばいでしょ。じゃじゃーん。一緒に彼氏がほにゃらら見てたらどういう反応するかをやってみました。やばいって。これ大丈夫。まあ流せる、まあ必要なところはピー入れるからさ。はい、ありがとう。一緒に見ちゃったじゃん。いいじゃない。あ、驚かないってことで受け入れますってことだよね。あ、まあまあ別に、はい、まあ見るよね。はい、うん、そうだよね、うん、はい、ありがとう。ありがとうって。はい。ひょうにょ。はい、さあというわけで、はい、今回はですね、ドッキリをしてみました。いや、恥ずかしい。はい、恥ずかしい。はい、もし面白いな、良かったなって思っていただけたら、高評価のボタンと、チャンネル登録お願いします。お願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。本当大丈夫。大丈夫大丈夫。